こんにちは。ねねです。今日は質問、私の質問コーナーをしたいと思います。いいよ、ねね。はい、お願いします。ねねにとって人生とは何ですか？生きてる間。学校で好きな教科は何ですか？体育です。苦手な教科は何ですか？算数。何をしている時がホッとしますか？ホッと、うん、風呂入ってる時。好きなキャラクターは何ですか？キャラ、うん、何でもいいよ。キャラってあのアニメのキャラクターとか何でもいい。アニメ、うん、クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんの中だとしんのしんのね。9歳で一番の思い出は何ですか？思い出、うん、9歳になってから、まあもうすぐ10歳になっちゃうけど。誕生日。31では何が好きですか？オレンジソルベ。好きな遊びは何ですか？鬼ごっこ。家族のいいところを教えてください、うん、まずじゃあパパのいいところ。ケツがでかいところ。ママのいいところ。え、なんだろう。え、ママのいいところ、うん、え、ないんか。あ、料理作るところ。あ、キキのいいところ。足ごつい。ゴーのいいところ。面白い。好きな男の子はいますか？います。ママの料理で一番何が好きですか？一番だって。一番ユリンチ。あ、そう、うん。好きな曲は何ですか？曲？歌。サイコサイコソング。あとアンブレラ。アンブレラ。エラエラエエエ危ないアンブレラ。辛いことや悲しいことがあった時どう乗り越えますか？楽しいことを考える。どうしてそんなに練習頑張れるんですか？やってるからです。憧れの人は誰ですか？この人みたいな人間になりたいなとか。憧れ。そういうふうに思う人いる？佐々木仁。おお。家族で出かけて今までで一番楽しかったところは？楽しかったところ、うん、プール。どこプー？サンクチュアリと三日月。あー、確かに。一番好きな服は何ですか？服、うん、トレーニングと私服で言ってもいい？な、何でもいい。え、私服で一番好きなのはあの黄色いユニクロのやつ。あーに、デニムの短パン。あ、トレーニングでは、うん、あの赤い T シャツにあれ好き、うん、青い短パン、ね、ウンデラ、ウンデラ。あ、アンブロだっけ？違う、ウンデラ。ウンデラ？ UNDEL だからウンデラ。大きくなったら指定でやりたいことは何ですか？どういうこと？だから3人がねねとキキとゴーが大きくなった時に3人でやりたいこと。3人？うん。ツリーハウスを作ること。大人になったら何をしたいですか？ボールしたいこと？ボール。え、髪を青に染める。格闘技以外で好きなことはありますか？好きなこと、うん、絵を描くこと。ああ、そうね。今の目標は何ですか？今、うん、もっと体重増やすこと。目標何キロなの？小学校卒業するまでに30キロは行きたい。好きな YouTube は何ですか？ YouTuber？ うん、とか YouTube のチャンネル。なんかお絵描き系の、うんうん、なんか外人の女の人が描いてるみたい、うんうんうん。好きなお菓子を3つ教えてください。グミ、じゃがりこ、チョコレート。キキは強いと思いますか？はい。どの辺が強いと思いますか？右フックボクシングで強いってことね、うん。遊園地で好きな乗り物は何ですか？
ジェットコースターかな。今年の夏したいことは何ですか？プールに入ってアイスを食べたい。もういい。海外でどこの国が好きですか？海外？何個でもいい。旗で決めてもいい？旗だけだと、うん、ウクライナとフィリピン、うん、旗だけだからまだわかんない。旗が好きなのね。うん、次いきます。はい、はい。お姉ちゃんは大変だなと思うことはどういう時ですか？大変？なんだろう。こんばんは、おはようございます。いや、特にない。こんばんは、おはようございます。沖縄はどういうイメージがありますか？海。何歳まで YouTube やりますか？100歳。将来の夢は何ですか？4団体チャンピオン。学校ではどんな遊びをしてるんですか？運転と登り棒と鉄棒です。好きな食べ物は何ですか？食べ物、うん、じゃスープで、なんだろう、スープでよかった。好きなスープは、あ、ラーメン好き。苦手な食べ物。しいたけ、なす、ゴーヤ、じゃがいこ、れ、アスパラ、キマール、ガス、うん。どういう男の子がタイプなんですか？性格がいい人。じゃがいこやむ入れる。今悩みはありますか？ない。ない。あるわけないでしょ。あるわけないよ。ちょっと静かにしてもらっていいですか？主役より目立たないでもらっていいですか？はい、いきます。はい。キキとの最大の喧嘩を教えてください。でも怖い。叩き合う。今行きたい場所はどこですか？行きたい場所は沖縄。行きたい場所、うん、モルディブの海。はい、行きます。はい。うるさい、ビリヤードで言うの。はい、いきますよ。モチベーションを上げる方法ありますか？モチベーションって自分のテンションを高めたりさ、曲を流すこと。あー、そうね。はい、そうですよ。パパとママのどんなところが好きですか？優しいところです。マイブームは何ですか？マイブームってネネの中で流行ってること。学校帰りうんこをすることです。やばいじゃん。身長を教えてください。 126.6。 体重 24.8。 一生これしか食べられないなら何を食べますか？その一つのものだけしか食べられない。食べてしか生きられない。そう。飲み物も言っていい？飲み物はアクエリアスで、うん、で一生食べろってあれたら、ちょっと待ってください。米は飽きないわ、昔から。米、米ね。アヒル。アヒルじゃない。なんでボクシングが好きなんですか？クリードの映画を見てかっこいいと思ったから。ボクシングはずっと続けますか？あげる。続ける。一億歳まで。好きなスポーツメーカーはどこですか？スポーツメーカー、そう、好きなメーカーはウンデラとアンブロ。ウンデラって何？カミロ、アイキンシャツ、ウンデラ。あ、プーマ好き。プーマ好き。あとウンデラ、ウンデラ。アンプロじゃないの？U、うん、アンプロ、UNDEL。 どれ？アンプロでしょ？違う、アンプロじゃない、ちょっと待ってね。ウンデラ、ウンデラ。確かに。これをウンデラって言ってんの？ウンデラ。 50m は何秒ですか？9秒1。宝くじが当たったら何に使いますか？まずはやったでしょ、うん、次は、何億円？
と、例えば。じゃあ、1億。1億。パソコンの打つ、ポコって膨らんでるのを100台。100? キーボード100台。キーボード100台かな。それと、うん、アクエリアス100本、冷蔵庫10個、レンジが2個、電子レンジ2個、うん、綿棒を10本。貯めておくの。そう。あと、ウンデラ1枚。ますよ。いいですよ。朝ごはんはパン派、ご飯派。パンです。ママはどっち派？ママは完全にパン派です。だよね。朝に米ってなんかショキショキする。なんか気合が入らないというか。なんかパンの方がって感じ。何クラブですか？手芸です。変身できるなら何になりますか？え、変身？仮面ライダーみたいに変身だ。変身して変身。誰でもいい？何でもいい。別に人間じゃなくて。電気。電気この電気。ライトってこと？うん、だから永遠にずっとワーって光ってます。ねえねえマジで電気になりたい。次行きますよ。好きな色は何ですか？水色です。家族を動物に例えると何ですか？え、動物？そう、一人お願いします。じゃあまずパパから。パパはチンパンジーみたい。理由も言って、うん、理由は怒ると怖いし、食べ終わった後ゲップが臭いし、賢いからです。じゃあママは？ママはカンガルーです。カンガルー。理由は、なんか顔の細さとかはなんかカンガルーっぽい、で、ケツだけだとシマウマです。悪口じゃん。じゃあキキは？キキはハト。ハト胸が出てるから。ハト胸出てるから。ゴーを動物で例えるか。ゴリラじゃない？理由は？理由はギャーギャーしてるから。ね、ママ、パパ、ねね、ママのね、あれ動物でね、カンガルーって言って、で、ケツだけはシマウマに見える。次、最後です。はい。ねねにとってヒーローとは？ヒーロー、どんな人ですか？家族です。もう、深いね。深いよ。以上でございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ぜひ私のうんこの形などを知りたかったらSNS でよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。